足組ねじりのポーズです。マットの上に仰向けになり、全身の力を抜きましょう。三頭形成、出産力を高めるポーズです。ではゆっくりと右足左足順番に膝を立てましょう。そして右足を左足の上にかけ、足を組むようにしてももの内側をぴったりとくっつけます。両手はマットにつけ、しっかりと支えます。息を吸って吐きながら、その足両方を右の方へゆっくりと倒します。顔は軽く左の方へ、両方の肩が床からできるだけ離れないように、ももの内側をぎゅっと締めましょう。骨盤の下の筋肉を刺激します。楽な呼吸で結構です。息を吐き切ったら、吸いながらゆっくりと膝を真ん中に戻します。顔も真ん中に、足をそーっとほどきましょう。今度は反対です。左足を右足にかけ、足を組むようにしてももの内側をぴったりとくっつけます。息を吐きながら、その足をゆっくりと左の方に倒して、顔は右の方へ、両肩はマットに吸い込まれるように、腰から背中が気持ちよく伸びるように、そしてももの内側はぎゅっと締めておきます。楽な呼吸で結構です。吐くたびに体の内側が気持ちよく伸びるのを感じます。息を吐き切ったら、吸いながらゆっくりと膝を真ん中に戻します。顔も真ん中に戻しましょう。そして左足をほどいて、足を順番に伸ばして、ゆっくり元に戻ります。深い呼吸を繰り返し、全身の力を抜きましょう。